チャプター11魔界統治者。さてさて、ロダンの話じゃ多分魔界の奥底にあるやつを材料にして武器を作るとかそんな感じだろうね。その武器をありがたく頂戴したいところだけど、まあ簡単にはいかないでしょうね。この気配、人間か。生身の人間がなぜこんなところにいる。友達を迎えに来たのよ。そろそろ門限の時間なの。門限って、友達？ああ、あの魔女か。あれならもう食った食った。生きがよくて潔くは何も食う、もしくは何も食う必要がないほど上質な魂だった。され人間よ、我は食後のなんちゃら、我の宮殿を破壊した罪は不問に遺す上、直ちに出て行け。もっともこの魔界から二度と 出られることはあるまいがな。荒ぶってるぞ。おい、これでも許してくれるの？それじゃあこの宮殿がなくなったらどうなるのかしら。すん、怖えこと言うな。おい待て、まさか貴様も魔女か。お前が契約を結んでいるその悪魔はマダムバタフライ。知ってんの？探したぞマダムバタフライ。貴様への恨みは千年経っても決して忘れはしない。あれ、お知り合いなんすか？あんたが人の恨みを買うような悪魔だったおかげで、あいつをおびき出せそうだ。こいつが、こいつが魔界の統治者。なんで女みたいな形してんだ。狂気をささやく者、アルラウネ。アルラウネって RPG の雑魚敵みたいな感じやん。何踊っとんねん。楽しくなりそうね。あんた本当に何をしたの？本当に何をしたんだよ。すげえ近づいてくんだけど、この歩きの圧力。おお、なんかこいつ倒した方がよくね。やばいやばいやばい。攻撃自体はそこまで激しくなさそうだね。うえ、これやべえ。うわ、すげえ突進してきた。くぅ、また出てきたぞ。やばくね。アンブランクライマックス、駅に畳みかけるしかないな。うぅ、回復ついでに魔力も回復。さあ、アンブランクライマックスのお時間です。毒にできてる、これ。またカフカじゃなくてちょっと別の武器にするか。魔界の住人には毒効かないのかな。こんなんでいっか。あめ、しょ、うわ、こえ、うえ、こえ、
こいつら相手にしたくねえな。よし、一気に削れたぞ。なんかサラマンドラのさ、アンブランクライマックスあんまり強くないような気がする。刃がでかくなっ、ちょっと長くなっただけだもんな。突っ込んできた。よし、危ねえ。やば、回復。うえー、突っ込んできた。ウィッチタイムなかなか出ないな今。よし、やめやがってクソ甘が。なんだ、でっかくなっちゃった。すんげえことになってる。狂気をはらむもの、結局名前は変わらないんだな。品のいい、じゃれない泣きを入れたら勇士やろうと思ったが、こうなったら息の根を止めてやる。うそ、あー、次から次へと力だわ。最高の魂を食ったおかげで最高に気分がいいよ。今ならこの魔界の女王にもなれそうだ。無理よ、その下品な顔じゃ。顔関係あるんですか。返してもらうわよ、アンブラの友を。でかいな、また上来い。うわ、ちょっと すんげえ張っ、うお、来い。まだまだ、ね、近づきたくねえな、できれば。すっげえことになってんだけど、お近づきになりたくないです。よし、アンブランクライマックス。あ、サラマンドラのアンブランクライマックス強くないとか言っときながらもう結局使うんだけどね。よし、ムービー入った。エクゾータ、ええ、俺、よし、殻を破いた。ちょっと待って、なんか吸い寄せられる。危ねえ、やばいやばいやばい。き、ツタが邪魔で当たんねえ。チャージバレット、うえー、これ。うわ、いた。すげえ張っていくな。回復アイテムもないから辛いな。できることチャージバレットが精一杯なんだけど。うえー、ちょっと。うわ、捕まった。うおー、魂が、もう危ねえ。今がチャンスじゃないか。まだまだ、ね、くそ、うわ、怖え。よっしゃ、気絶した、気絶してるのがチャンス。よっしゃ、待っただ、いけ。よしよし、もう殻はだいぶ破れたかな。
痛い。今うわあ、回復アイテムがない。どうしよう、攻撃の手がありえないくらい激しいからな。こいつを使って前もってやっといた方が良かったかな、この調合は。よし、あんまり快適にできないなこれ。これも作っとくか。考えてみたけど、この左スティックをカカカって左右に弾くようにするっていうのはどうすればいいの。あ、特に意味はないですか。わかりました、地道に回します。よし、回復。勘弁してくれ。くっそ。よし、なんとかなった。殴るか、一気に。いってー、すげえいて。うお、今よっしゃ、パンチ。おっしゃ、ジャンヌの魂を救った。ジャンヌ、とどめ。冷静にと言っただろう。片手で止めた、すげえな、ロダン。それにこんな奴を相手にしてる時間がある？確かにないな。ジャンヌ、ジャンヌ、起きて、遅刻するわよ。ジャンヌ、時間よ、起きなさい。お願い、ジャンヌ、目を覚ましてジャン。目を覚ました。おはようのキスが必要。この代わりを。まったく、寝起きの悪さは相変わらずね。ここは一体、セレス、まさか私を助けるために。無茶なこと。私のセリフよ。自分の体に戻るのよ。あとはゆっくり休んでいって。セレス、気をつけろ。何かが、世界に何かが起きようとしている。さあ、そんな心配はいいから、寄り道しないで帰るのよ。獲物が消し飛んじまうところだったぜ。こいつは荒っぽい。俺の芸術品が泣いて欲しがるわけだぜ。ごちそうだ。
たっぷり食らいな。わーらっぽい。な、何をする。やめろやめろ。私にこんな真似を決して決して許さんぞ。ロダンの仕事を目の当たりにしたな。まったくロマンティックなシーンが台無しだな。本当だぜ。なかなかいい色艶が出たぞ。威力の方はまあ説明する必要もねえが。その武器ください。その武器ください。ロキ。もや。大忙しだな。持っていきな。出来たてほやほやで生きがいいぜ。ただでくれた。しかも今度はロダンが ボロボロにならずに済んでよかったな。獲物の討伐はベヨネッタがやってくれたわけだし、ロダンはその獲物の魂を武器に封じ込めるだけでよかったっていうね。まあまあだな。どうか、アルーナをゲット。これ無知かな。さて次はルーメンの賢者って書いてあるけど、ロキ関係あんのかな。まああるだろうな。